こんばんは。なんか変な感じする。てか間に合わなかったご飯作るのとか、ご飯作ってからやろうとしたんですけど間に合わなくて、バーンとかって落ちたら私結構大ピンチなんで皆さん助けてください。もう作っちゃうんですけど、なんか食べるだけの配信にしようとしてたから、でも間に合わなかった。ちょっとうるさかったらすいませんね。もう私はチゼッと作って食べたいと思います。まさかキッチンを映すと思わなかったので、手元は映さずいきます。ちょっと待って、恥ずかしい。なんか自分のキッチン見られる。食べるだけにしようと思ったのにな。私は早くみじん切りをするのと、私結構目が痛くなるので、あれします。もうすごいうるさいんで気をつけてください。皆さんここから無音にしてくださいね。うるさそう。ちょっとうるさい。これさ、弾くときすごいうるさい。すぐ覚えてるわけじゃないか。私はレシピを見るんですけど、なんかこれこそすごい言われそう。今日はたくさんお買い物をしてきました。めっちゃあるんやけど、何作るか分かりますか皆さん。当ててみてください。211 211。400ってどれぐらい ?211 と500が入ったやつやから、一旦まあいっか。どれぐらいやろう、ね、そういう計算わかんないんですよ。半分が500の半分が250じゃないですか。まあいっか、これぐらいでいっか。そう、501、250、200。なんか私いつもこういう時多めに作ってるんですけど、すごい細かい。なんかすごい嫌だな。料理しながら配信とかすごいなんか嫌です。手元は
怖いんでお見せしませんが許してください。これね、なんかさ、切れてる時とうまく切れてるものとかが違ってくるから、結局自分でみじん切りするんですけど、こんな感じで。みじん切りしたものをまたみじん切りしてます。今日はずっとなんか私もなんか映えとか分かんないんで、食べたいものを作りますって感じですね。でも今日ゆうなさんとかがさ一緒に料理するらしい、もう絶対すごいことになりそうですが、よいしょ、よいしょ、私もう今日限りなんじゃない、料理とか配信するの。そんなつもりなかったから。演技なんですけど、ちょっと、みんなさどうやってさ配信してるんですか、こういう料理してる時人って。しかも今日でもさ、レッスン大変すぎて、なんかくじけそうでした今日。なんかもう、はあ、めっちゃ押してるなって感じでした。ゴムが消えた。あれ？なんかこういうことあるんですよね。え、みんな何作ってはるんやろ。え、輪ゴム消えた。なんか料理してる時なんかいろんなものなくしません。なんでなんで。私はいつもやることがあるんですけど、こういうね、豚とか筋肉系をいつも一人前分ぐらいに分けてます。で、いつも冷凍してます。なんかさ、ずっと言ってるけど恥ずかしいです、すごく。なんかすごく恥ずかしい。今日あやねちゃんがハンバーグ作ってる配信は見てないけど、なんかあれは見ました、写真。なんかみんなさ結構すごい作っててさ、すごいって思いながら、私はもう限界でした。お肉とひき肉とかは常に常備しております。で、
白でべったくして冷凍した方がいいや。初知り。オッケー。ちょっと下に行こう。今日までの卵がある。今日9月30日なんか料理してるから話せるんですけど、全然どうでもいい話なんですけど、お父さんがシェフなんですよ、一応もっとね。でなんか塩コショウ少々とかあるじゃないですか。あれをなんか塩コショウそのままそのもう一緒に入ってるやつとかを買う人とかが多いと思うんですけど、もう塩コショウ入りの。でも私お父さんからの教えで、もう教えっていうか習ったことで、塩コショウは一緒に入ってるのは塩もコショウもどれぐらい入ってるか分からへんから、塩とコショウは別々で買いなさいって言われて、別々で買ってます。めっちゃどうでもいいんですけど。久しぶりにさ、こういうちゃんとしたものを作るからできるか不安なんですけど、基本私は炒めるかカレーかそうめんかです。やっぱさ、髪とか結んだ方がいいかな、衛生的に。やばい、怒られる？炎上？手が冷たいよ。完成できるかな。手が冷たい。その間にボールに星を混ぜ合わせて、何と一応新切りで。どれぐらい混ぜればいいの？ちょっとこれぐらいですかね。これぐらい？熱もどれぐらい混ぜたらいいか。いいんじゃないですか。
ごい量ができた。いや、こういうのはね、多く作っといた方がいいんですよ。冷凍できるしね。もう冷凍のことしか考えずに作ってます。え、冷凍のことしか考えてない。基本どれだけ先に楽をして、後から先にね、いっぱい作って後から楽ができるかっていうことを常に考えてるから、私は料理をしております。そしてですね、オープンに、いやもう今日朝から朝スープ食べたんですよ。でそう、届かないんですよ私これだからいつもあれ使ってます、キャタツで、ボウルにし、あ、これか、ちゃんの手料理食べたことあるメンバーいる？小田ぐらいじゃない？小田は一緒にサムギョプサルを食べました、家で。でもそれぐらいかも。でもほんまにそれぐらいかも。誰かいんのかな？いや、ないな。小田ぐらいじゃない？でもサムギョプサルって言ってもなんか手料理じゃないじゃないですか。なんか2人で楽しく作って一緒に食べたっていう。私のうちで、私のうちに来たことある。あ、ランディ、あ、でも元メンバーか。ランディはありますね。え、玉ねぎ足りないとかあるかな。まあいっか、玉ねぎ1個使ってないんですけど、半分でいいですよね、そういうのって。どう思います？さっきのハンバーグ混ぜたやつって玉ねぎ2分の1しか使ってないんですけど、え、もっとみじん切った方がいいですか？教えてください。それが今買ってるんですけど、もっと必要？切るか。玉ねぎとかじゃがいもとか、じゃがいもを剥くのが一番嫌いで、私なんかめんどくさい、でこぼこしてるし。何が一番嫌いって、じゃがいもを剥くのが一番嫌いかも。さっきのに混ぜよう。じゃがいもってなんであんな、なんかもっと丸かったらいいのって思う。そういうのいつも料理してる人に見えてるかな、ちゃんと。手際悪いけど、え、私お父さんにいつもなんか料理のなんていうの、
トロイって言われますよく。全然褒められてないです。いつもお父さんと料理をするとトロイって言われて怒られてやる気が失せて料理しなくなります。目が見た。目ギンギンなんですけど。だから私玉ねぎ切るの違うんですよね。あ、危ない、大事故するところやった。うわ、先にさあれでしとけばよかった。みじん切っとけば洗うのめんどくさい。なんか私目が茶色いからか日光も弱いし、こういう玉ねぎも異常なほど目がやられちゃうんですよね。もう泣いちゃう、もはやしみるとかのレベルじゃなくても痛すぎてその場から離れないともう座り込みたくなるぐらい痛くなっちゃう時がたまにあるんです。マジ、もう無理だ。みじん切りさんに助けてもらいます。これ面白いですか、見てて手元も映してないのに。はあ、じゃあもう言いますね、何作ってるか。なんか煮込みハンバーグを作ろうとしてて、今キャッ、髪の毛的にもそうですよね、確かに。はあ、見たよ。これでも玉ねぎとお皿。手元ね、ちょっと待って。髪の毛が邪魔でした。どういうこと？すごい髪の毛触ったと思う。怖いです、なんかそういう、なんか言われるんじゃないとか思う。
皆さん料理しますか普段。ね、小田さあるよね、お母さんの手料理羨ましい。お母さんの手料理とか食べたすぎる。見た、これは後でしよう。先に手元に甘めで入れてみよう。甘酢の肉野菜炒めです。美味しそう。料理しない人って弁当買ってるのかな。買ってる。弁当はもう私は食べない。なんか自ら買って弁当を食べない派です。でもそっか、弁当っていうよりは普通に食べ物一緒か。買うか。料理はするけど、わざわざ朝ごはんとか弁当作っては食べないか、作らないかな。別に来ちゃって新品もうね、こんだけしかないんです。だからこれを使って肉詰め、いいな。私も一回ピーマンの肉詰め作りましたよ。今なんかすごい塩混ぜ合わせ、あ、なんかスーパー行くとさ余計なもの買っちゃうんですよ。量すっごい。キャようかな、やり方。弟めっちゃ謎に料理好きで、めっちゃ作って、なんか家
族の LINE にわざわざ送ってきます、これ作ったって言って、なんかなんでそれ作ったみたいな、カロリーすごすぎやろみたいなのをよく作ってるイメージ。やり方しようかな、やりやすい感じにやっちゃおう。やばい、敵が悪いのバレる。ついといてで、できまして、どうしようかな、なんかめっちゃ微妙な大きさのお皿しかないんですよね、私いつも。完全な長女です。もう弟いる完全な長女、もう姉という中の姉です。この背伸びして取らないと取れないのをどうにかしたいんですよね、私。どこのお家もさ高いのかな、この家があれなのかよくわかんないんですけど、取れない、まず普通に。これ絶対9時に終わりませんのやけど、どうしよう、9時に終わってぐらいに食べようとか思ってた。これぐらいでいいかな、しめじこれぐらいでいいかな。そろそろ生地をね、もっと完成で美味しいのかな、果たして。痛い、見た目で決めます。でもこの髪の毛の色あんま好きじゃないんですよね。11月に舞台やるんですけど、もうちょっとミルクティー系にしていいですかって聞いたら、いいですよって言われたから、ミルクティー系にします。そうで、私あのなんかわかります、この緑みたいな感じ、私全然好きじゃなくて、ちょっと緑じゃない、なんか最初はすごいいい色だったんですけど、なんかちょっと次の日ぐらいから緑じゃねってなって、ちょっと違うかも。で、私がいつもお任せやからさ、まあこういうことも起こりうるんですけど、要望してたわけじゃない、でも緑かってなりました。もういっか、めんどくさいから、私はもういっちゃいますよ。やり方は分かりませんが、皆さんなんかやり方間違ってるよみたいな、そんなんだよダメなんだよとか言わないでください。話しない、食
喋れたらそれでいいんです。って思ってるんですけど、そうグレージュ系とかもっとなんかなんていうのミルクティー系、まあ黄身が好きじゃなくて、あお米炊けた。そう黄身は好きじゃなくて、でも緑も全然嫌だからどうにかしたい。やらいいかな、ちょっとやらかそうやな。やらかそう、なんかやらかそうじゃないですか。不安になってきた。ちょっと何足したらもっとねちっこくなる、何足したら なんかねちっこくなりますか。そう玉ねぎの水分、そう何入れたらいいの。パン粉はちょっと足してみたんですけど、パン粉もちょっと足したらいいのかな。もう先にパン粉入れちゃったけど別にいいよね。でも柔らかくてもう味良ければ美味しそう。確かにパン粉気持ちよね。もうちょっと多くするか。パン粉入れた。ちょっと入れて休みます。いい感じ。皆さんは献立どうやって考えますか。私は結構その日に食べたいもので食べるスタイルの人なんですけど、みんなどんな感じなの。
だけこんないつも。だからお父さんに言われるのかな、手際悪いって。皆さんは炒めたんとフライパンはあんまりすぐに洗わないでくださいね。私はもう今もう一回使わないで洗いますよね。じゃあ次これです。なんかもっと女子力あればいいんですけど、女子力ないもんで、そういうのを気にせずやっちゃいます。なんかセリカと一緒に作るみたいになったんですけど、ちょっとやめちゃいました。危ない。セリカは今日牛丼作るらしい。十分手際いい、嬉しい。煮込みを作りますよ。これぐらいかな、大きさでかい、まあいいか、こんな感じかな。なんかさ、こういうのってどうやったらどこぐらいって感じ、いつも思うんですけど、どれぐらい、なんか何振りとか書いといてほしいですよね。え、もう入れちゃっていいか。いっぱいできそう。夜ご飯食べたの食べてない。あ、そう、朝ごはんになんか明太クリームなんちゃらみたいなのスープを飲んだんです。めっちゃうまやった。だいぶ手際いいと思います。みんな褒めてくれてありがたい。全然4つ以上作れるんだけど、どうしよう。お腹すいた。タネで冷凍しないの？しない。私は結構すぐ食べるから、結局ニコンの後に一緒にやっちゃいます。で、どれぐらい食べるかはちょっと分からないじゃないですか。だから私は割と食べて残ったらですかね。うわ、これ結構美味しいのできるんじゃない。でまだいけるかな。3つ、いや3つにしとく。あとどれくらいできるの。今日は早く終わらせたいからフライパン2個使おうかな。あーでも、いや2個使おうかな。いや、どうしようかな。
くのは一緒にやっちゃうか。煮込む時にさ、あの煮込む時にどうやってこの小さいフライパンに入れようかなって考えてます。フライパンはね、結構ハンバーグ4個入るぐらい。なんか作るだけ作ってるけど、1,2,3,4,6 個作れた。一人にしちゃ多すぎる。まあでも冷凍しとけば食べれるか。ちょっと気合い入れてめっちゃ作りすぎたかも。まあいっか。これぐらいです。こんな感じ。もういつも私多く作りすぎちゃうんですよね。一人の量とか食べられないぐらいの量作っちゃう。まあ、ってなわけで、違いますか。油あと入れっていう。口悪くなっちゃいました。お嬢様は、お嬢様とかよくなって、どうする、すごいバレ、なんか嫌や。そう、あらあら、そんなエプロンなんかつけない。エプロンすればよかった。なんかこういう磨いてるやればよかった。そういう時しかエプロンってか、私そもそも今思ったけどエプロンない。忘れてたレベルで。そういえば私エプロンなかった。できた。良きです。これせっかちやから、あのすぐ裏返したくなるんですよね。わかりますか。そうなの、エプロン持ってないんです。これ用に買ったらよかった。
汚れちゃう。これレッスン着なんですよ。だからもう汚れても洗えばいい。かなとか。さすがにまだか。なんか今って言ってください。コメントで今も裏返してみたいな言ってほしい。チェカチェカすぐ回して。油をすぐと。なんか横着して柔らかしそうなんだよね。今こう映したほうがいい。ふぅ、疲れた。これぐらいやろ。いい感じすぎる。おお。これはどこまで焼けばいいんでしょうか。いい感じ、いい感じ。ちょっと崩れてる。いい感じ。このね、これが崩れてる。油が崩れてる。そうだ、蓋しよう。なんか蓋するの煮込む時でいいかなとか思ったんですけど、そんなことない。煮込む時に蓋してやったらあかんかな。
だこいつ。ハンバーグ焼けました。ちょっとみんなが想像してるのより焦げてるのかな、どうなの。私はだいたい家こんな感じやからこれぐらいなんですけど、こんな感じです。じゃあはいどうしよう、どこだ、置き場所が見当たらなくて、それでは、あっち。軽く拭き。なんか 4個分みたいな、ハンバーグ4個分みたいな書いてたのに全然4個分じゃない、やんないかいみたいな感じで、先日だね、言っといて、今日はもう レシピ通りにします。めっちゃ量作っちゃった。しめじとかこれぐらいでいいですよね。いい？これぐらいでいい？よね。そう、マーガリン、バターないし。いいんです。ないものは他で補えばいいんです。最近すっごいさ、日のつき具合が悪すぎて、なんでない、ねえこれだけでいいと思う、良さそうって書いてる、じゃあいっか、でかすぎないか、私の腕前見てほしいですけど、見せる方が散らかりすぎて、そう、片付けしながらやれってお父さんに永遠に言われ続けてきたからしてます。私実はこれできるんです。この
え、見えへん。はず。見せたいのに。見せれへんの悲しい。充電あるかな。汁気がすごいな、玉ねぎの。伸ばすって何？とりあえず食べる。汁気が多いもの。万能選手、キッチンペーパー。あなたたちの汁望んでませんよ。ちょっと疲れちゃう。疲れてきたんですけど、ちょっと待ってください。電話来ちゃったかも。ちょっと待って。ちょっと連絡しました。電話かかってきたらどうしようかと思います。まあいいや。激焦り。お待たせしました。急いで作らないと。やるから私ちょっと話さなきゃいけない電話があって一本舞台で。だからハンバーグを作って、ハンバーグを食べて早く終わらなきゃいけないんですけど、なかなか終わらない。じゃあもういいです。ちょっとやっちゃいましょうか。配信しながらやるのむずいよ。全然足りひんなと思ったら
なんだこの味って思ったらウスターソース入れてなかった。焦った、めっちゃまずっと思った。もう早く作らないといけないのに。なんか適当に、私いつも適当に調味料入れちゃうんですよ。だから本当どうなんだ、そういうとこ直した方がいいぞって思うんですけど。キャッ、いい感じかも。でももう4つ煮込もうかな。もう残りの2つはもういいです。いけた。むっついけた。で、ここに水を入れて。汁が多すぎてね。できた。うん。終わった。終わりました。こんな感じ。いや、重たすぎ。汁多すぎ。いか。余っちゃった。なんかで使う。いけました。イエー。ピース。ちょっと10分。煮込みます。10分。いやさ、時間かかりそうだったから今日普通にカレーとかすぐできるやつにしようと思ったんですけど、それか炒め物とか、ちょっとしょうがないみたいな感じで、うるさいこの洗ってる音。じゃあここでもう移動するのもあれなんで、ここで煮込んだ後一緒に皆さんとご飯を食べ、ランキングを読んで、ちょっと時間も時間も終わりたいと思います。なんかね、23時からありますよね、 BKB の番組。それまでに終えたいのもあって、ちょっと、なんていうの、それ、嫌いな
やらせていただいたんですけど、この方が次の舞台の衣装で、この話とかもちょっと。中火にしちゃった、弱火やのに。10分経ったら一旦教えてください。裏返しようと思う。
じで。いて。にキノコを入れます。切ったやつをね、余ったものをジップロックに入れて追加します。あー、お腹すいた。まだ限界、限界です。はあ、いい女感出てますか。誰もコメントできてないのに自分で言っちゃった。そうですかね。ちょっと一瞬待って。時間になった？じゃあひっくり返しますね。見えへん。もうどこにハンバーグがあるのか。やばいっす。やばい。見て。ちょっとどうやって見せたらいいの。美味しそう。ちょっとこぼれちゃいましたけど。消えた。
うわー激よやん。ちょっとあと9分教えたったら教えて。うわめっちゃいい感じです。やばいやばい、ちょっといい感じすぎて、え下に置いたら下アングルすぎ、家が汚いのがバレませんように。あ事故りそう。ちょっとご飯入れたくて。私が使って、ちょっと見てほしい、見てください、ここ欠けてる、なんか洗い物してる時に欠けちゃいました。これはラジオで、滋賀でラジオをやらせていただいてたんですけど、その時にその自分で作ったコップがあって、それでそれです。じゃあハンバーグを食べて、私はちょっと終わったら仕事に取り掛かりたいと思います。じゃーん、ほかほかのご飯、ちょっとご飯炊けたからさっきのアングルで。立ちました。あー美味しそう、お腹空いた。ちょっと食べてなんか感想言って、写真撮らないとあかんのか。どうしたら、どうやって撮ったらいいの、携帯やってるんやけど。終わってから撮ればいいのか、終わってから撮りまっちゃう。お米粉でさ、かけてるのさ、どうやって取ったらかけてるのバレそう。そう、あーお腹すいた、湯気が出てた方がいいかも。だってじゃあどうやってすればいいんですか。あ、じゃあここでこのままこうやって食べてすればいいの？どうやって取ればいいの？じゃあフライパンで、フライパンで一人用でこうやって食べて、後でこういっぱい乗せてやればいいか。じゃあ出来たてはフライパンから食べます、内緒。ここだけの秘密でお願いします。ちょっとご飯食べていいですか先に。でここで食べてさ、なんかファンの人がさ、え花ちゃんマジかよでね言います、言う人を。花ちゃんガチガチキッチンで食べてんのかよ、終わってんなとか言う人います、いるかな、いたらどうしよう。どうしよう、あとでなんかその浜さゆなキッチンで食べてるわろたみたいな、やめてください。キッチンで食べるメンバー結構います。なに、じゃあ食べよう。じゃあお米お米ちょっといただきます。硬さめっちゃちょうどいい。うん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 、うんうんうん、まあお米なんですけど、やっぱお米がさ一番おいしいみたいなとこありますよね。分かってほしい、硬い派柔らかい派。私はお米は
結構家族全員ちょっと固めです。おばあちゃんとかは柔らかめやけど、私は結構固めの方が好き。めっちゃ固いってよりはちょい固ぐらいが好きです。そう、ご飯でまず勝利しました。なんかちっちゃいのに入れよう、味見用で。これ見てください、 YouTube。 可愛くないですかこのお皿。なんで見せたかというと、これはお母さんの方の、あのお母さんのお母さんてか私のおばあちゃん、お母さんの方の私のおばあちゃんがくれたんです。めっちゃ可愛い。これはおばあちゃん家にいた時にいつも野菜とかがサラダとか入ってて、可愛い、ずっと欲しいって思ってて、私だけがずっと使ってたお皿なんですよ。そしたらくれました2年前ぐらいに。え、もう10分経ったんじゃない？10分経ちました。うん、お米おいしい。あと2分でも、もういいんじゃない、結構いい感じですよ。2分待つか。最近お皿集めるのにハマってる。いいね。じゃあなんかもう今何時ですか？食べちゃおうかな。もうグツグツしてる間に食べちゃいます。1個。じゃあ崩れたやつ取ろう。いやー、まあでも一番焦げてちっちゃいやつ食べよう。食べるのってなんでこんな幸せなんですかね。9時半を回ったところ、じゃあちょうどいいですね。おいしそう。ちょっと人様に見せるから、周りきれいに拭いとこう。じゃーん、見てー、じゃーん、どうですか、じゃーん、超いい匂い。食べます。じゃあいただきます。見て、もうさ、柔らかいの。猫舌やから無理。皆さん拡散してください。え？やわらかっ。あ、おいしい。柔らかいです。どうやって触るやろ、この柔らかさ。めっちゃ柔らかい。え、わかります？この、え、なんて言えばいいの？この絶対伝わらへん。やわらかい。めちゃめちゃ美味しいかも。もっと濃くてもいいかも。ちょっと足しとこ。みたいな感じで、私はいつもこういう感じで。なんか味足してます。こんな
めっちゃ美味しいわ。ちょっと待って、革命やん、天才やったんやけど。ちょっとキッチン見せるの恥ずかしかったけど、私の料理ができる感じ伝わります？それなら今日やってよかったとすごく思えるんですけど。じゃあもう、あっく、いや、あっく、うんふん、最高です。よくよくか、てなわけで、ちょっともうそろそろね、もう23時になるので、もう明日早いんです。ということで、あーくしゃみとも、やべ、ということで今から写真を撮って載せたいと思います。皆さんなんか反響とかもなんか効果ありっぽいので、ちょっと反響よろしくお願いします。ということで、今日は見てくれてありがとうございました。ランキング読みます。美味しい、ずっと美味しい、どうしよう。13位ダビド・カールソーさん、ありがとうございます。ほんまに合ってるかな、なんか読み方わかる人あったら教えてください。ありがとうございます。そして12位サトルラブさん、ありがとうございます。そして11位塩麹さん、ありがとうございます。そして10位すみれさん、ありがとうございます。そして9位フォレスト系男子さん、ありがとうございます。そして8位まゆみんさん、ありがとうございます。そして7位大五郎さん、ありがとうございます。そして6位ライオン丸さん、ありがとうございます。そして5位翔ちゃんアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。そして4位うまるさん、うまるさん、ありがとうございます。そして3位遠い、いや読めへん、遠い、ちょっとコメントください。そして、あ、遠いイベ参加中につき星投げアカウントお願いします、お願いします、ありがとうございます。ということで2位ワンタンメンさん、ありがとうございます。そして1位はクレズアットマーク明日は、はい、み、いや読め、明日は配信は一応予定では15時に終わる予定なんですけど、今日2時間押したのでちょっと、18時とか18時ぐらいですかねって考えて、星を貯めてくれると嬉しいです。ということで、1位のクレズアットマーク明日は配信ありますかさん、そう明日はあるんですけど、ちょっと夜になると思います。ということで、今日は見てくれてありがとうございました。皆さんね、もう23時なので寝てください。私は写真を撮ってお風呂に入って明日頑張りたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。あ、ハッシュタグつけてね、これね、ハッシュタグつけて。バイバイ。